どうも。高尾です。ありがとうございます。明日までです。わお、なんか雲がいっぱい。髪が乾燥するわ。クマタワーですか。ヘドウィグさん。掃除したからか。お疲れ様、ありがとうございます。ヘドウィグさん、クマタワーありがとう。日本語なんだろう。あ、なになに、なんか言ってる。なに、なんとか線に乗りましょう。やばい、どういう翻訳なんやろ。どういう翻訳なん、乗ってみた。ちょっと、京浜東北線。あれやね、どうしよう。アドレス、ノーアドレス。のアドレス。のアドレス。I don't know. I don't know. サヤンのバカ野郎。え、待って、日本人ですか。やばい、わかんない、わかんない。ちょっと待って、どっち、どっちなの。ちょっ
と読めないな。やばい、わかんない。やばい、ちょっと日本の方と予想、私の予想、ね、そういう感じか。分かってきたぞ、分かってきたぞ。高尾探偵上がってきた。悪口ダメだよって書いて。ヘドウィグさん、クマありがとう。ありがとうございます。外国の方のファン、あ、ね、そう、結構いらっしゃいます。結構いらっしゃる。悪口ダメだよ。話し会も、うん、お話し会もね、結構来てくださりますよ。すごいね、ちゃんと、なんだろう、日本語を勉強して覚えてきて、すごい気持ちを伝えてくれる。ね、すごい、本当にもう嬉しい。ねえ、嬉しいですよ。すんごい覚えて。でもね、なんか全然まだまだ上手じゃないって言うから、いやいやいや、もう上手だよってね。すごいよね。
本当よ、私よりもそうかもしれん。そうだよ。やばい、くしゃみ出そう。今日は私くしゃみやばいわ。今日めちゃくちゃくしゃみしたいんよ、もう何回も。でもなんかそうめっちゃくしゃみして鼻水めっちゃ鼻水が言ってるとか出して掃除頑張ったんですよ、めちゃくちゃ。頑張ってたんですけど、そしたらそれをなんかメールに書いたらなんか返信でね、なんだろう、なんかハウスダストとかなんじゃないとか、なんか自分は掃除するときマスクするっていう返信見てから、あ、マスクすればいいんかと思ってマスクしたら全然楽になった、めちゃくちゃ楽になった、よかった。でもマスクしとってもさ、くしゃみ出たんだけど、でも減った、よかった。これからマスクするや。うん、ハウスダスト、うん。でも結構人間ってそうなんだよね、人間ってハウスダストなんです。よいしょ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 、足がバキやん。ね、見た、賢くなりました。人間はあれよ、ハウスダストハウスダスト、あ、なんていうの、やばいよね、バキやん、バキバキ、もう足がなん、ほこりでさ、くしゃみ出るじゃん、みんなでしょ、それは。アレルギー、そう、アレルギーの方、え、アレルギーみんな持ってるよね。みんなアレルギー、え、持ってないですか、別に。え、掃除してもくしゃみ出ないの、タコアレルギーはやばいでしょやばいやばいでしょ。あ、変わるの、どんな、あー、え、ブタクサブタクサって聞いたらあれ思い出しちゃうんだけど、あ、そういうこと、そう、カメムシアレルギーとかもあるの、やばいわ。いろんなアレルギー、え、じゃあ別にあれ、え、掃除しても別にみんな
みんながみんなあれじゃないのかい、くしゃみ出たりとかせんの。あいこじコミムシ詳しかった。なんで詳しいん。面白いな。あ、レベルが違うだけね。あ、そうなんだ。じゃあ私結構あれかもしれん。結構すぐ掃除し始めてすぐくしゃみ出たもん。だけど私あれできんけん、ちりとりがかりできないから。私ちりとりがかりできないからね。え、そうだよ。だってちりとりしてたらもうくしゃみが止まらなくて、鼻がムズムズして仕方なくなるんや。でもあれ人によって違ったんだね。鼻炎か。え、兄弟がね鼻炎です。兄弟が鼻炎だったらさ、やっぱりそういうちょっと関わりあるんかいな。わ かる。私もちりとり、なんかちりとりの時はもう息を止めないと、もうくしゃみが止まらん。私はねまだね鼻炎ではないんだよね。え、鼻炎つらそう、つらそう、めっちゃ。いつも毎日毎朝薬飲んだりとかしてた。でもね多分治ったっぽいんだよね。多分治るんだよね。急に治ったりするんだろうね。急に発症したり。一年中鼻詰まってる。あ、そうなんだ。やだね。結構急に治ったりするんだよね、そういうのって。私の目もさ急に治ったし、謎。あれや、なんだっけな。ショック療法？それかも。ずっと涙出てる。私と一緒や。でも私のやつは本当にあれはやばかったな。なんかね、ほんとちっちゃい頃からね、そう、涙がね出てたんですよ。勝手にね涙出て。そう、なんか発表会、小学校の時の発表会の時とかも勝手に涙が出ちゃうから、なんか恥ずかしいですけど、泣いてるみたいな風になっちゃって。
嫌だった。なんかあの人泣いてるみたいな。私なんだろう、よくお母さんに怒られてたのが、私がすぐ手でゴシゴシするんですよ。だからなんかすごいバイキンが入ったりとか、目が赤くなったりとかして、そうそうそう、それでめっちゃ怒られて、なんかハンカチとかでとかティッシュとかで拭くようにねしたんですよ。タコタワーさっきと同じ方かな。さっきと同じ方が、ありがとうございます。またヘドウィグさん、ヤッホー、ヤッホーは絶対さあれだよね、あの日本のさ方しか使わんよね。何なの。ありがとうございます。どういうこと、ありがとうということなんですよ。いや全然眠くないです。今日いっぱい寝たので。そうそう、低気圧来るの？オンラインチェキ申し込みました、ありがとうございます。明日の22時59まで。低気圧すごいんだ。私ちょっとあれかも、今日ねまた外に出なかったんで、感じ取らんかったけど。そうなんだ、明日やばいかな。名古屋来るとき、名古屋、名古屋まだ予定ないかも。東京はあるけどね、とか大阪はあるけど。雨降ったんだ、
そうなんだ。そう、話し会で寒かったんですか今日。え、待って、教えてほしい。昼は暑いけど夜は寒いですか。関東は寒いんか。ちょい冷え。長袖。なんかちょっとさ、服をさ、間違ったらさ、もうね、やばいから。やばくしゃべりそう。大丈夫だった。じゃあ関東は寒い、広島はちょい寒って感じか。そういう感じか。やば、大丈夫だわ。え、急にですけど明日ちょっと重大発表してもいいですか？明日重大発表します、配信で。いいお知らせですよ。何このコメントの方々何この方々。全然、いや全然、あの私が、言い方があれでしたっけ。配信、どうしようかな。そうね、この時間にしようかな。このぐらいの時間にしようか。面白い。でもどうやろうかね。どうやろうかね。
驚くと思うごめん違いますよよろしくお願いします。なんとなくね、なんとなく、なんとなくよ。タイミング悪い？え？え？あ、そうね。ファンの方にとって、そうね、重大かな。まだ何も発表してないのに。ファン、そう、ファンの方にとって。やばーいやばーい。皆さんすごいですね。一つ言っておくと、正解者はいません。一つ言っておくと、正解者がいなくてずっと笑ってました。そう。大したことはあるよ。大したことはある。そうね、重大発表よ。もう一つ言うと、
もう一つヒントね。もう一つヒント言うと、特にあの家から配信します。全然事務所から配信とかじゃなくて、家から配信する、ね、これは結構ヒントなんだ。ヒントですね。でも結構重大です。よろしく。よろしく。よろしくお願いします。明日配信見れない。でもね、見れんくても後々わかるよ。やばい、何か言うたびにさ、みんなってことはみたいな。面白すぎる。みなさんって面白いですね。あ、でも全然ね、あれよ、怖くないよ、全然怖くない、ね、予想するのが大好き。怖くないよ。やばい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 、やばいやばい。やばいやばい。やばいよやばいよ。もうヒント、ヒントはないかな。ヒント欲しいですか？ヒント欲しいですか？ヒントね、多分これを発表したら時はみんなはおーって反応しそう。おーって反応してるみんながなんか想像できる。そう、じゃない。あ、でも私がこれを発表する前はで、発表した後はおー
そうそうそう。ですよ。お楽しみに。そう、じゃないよ。おお。おーみたいな感じ。うん、明日の楽しみです。そうだよ。今日は言えないんですよ。さっき急に言われたので明日発表してくださいって。あ、そうね、プライベートではないですね。まあね、知っちゃっても明日の楽しみがなくなっちゃうので。うむうむ。そうだよ。そうそうそう、正解せん方が楽しみよ。あ、そうだね。メーテレさんの伊藤かりんさんとボードゲームですね。11月放送。そうなんですよ。ボードゲームね、私全然やったことなくて。どうなるんやろうって感じ。
楽しみにしてます。あ、そうなんだ、握手会通ってた。そう、将棋ね、将棋はもう絶対勝てん絶対勝てん CS 放送で。でもなんか聞いてみたら、そう、事前知識なくても大丈夫なボードゲームみたいなんで、まだね収録してないので楽しみにしてます。将棋はなんかすごいちっちゃい頃にしたことはあり、でも将棋ではないって言ってた。お兄やんがね、将棋好きなんですよ。結構強いんですよ。やけんなんか勝負してた。そして毎回負けてて。なんじゃこりゃみたいな。毎回負け。強い強い。あ、オセロも、オセロもやってたよ。オセロも毎回負けてて。なんじゃこりゃ。なんでこんな毎回負けるんかみたいな。なんか毎回お兄やんが端っこ取るんですよ絶対にオセロの端っこ絶対取るから、もう私は絶対に端っこを取ろうと思って、取られる前に思って私が取ったんですよ端っこ。よしこれで勝てると思ったら、いつの間にかその意味のない端っこ意味ない端っこのなんか取っちゃって、結局ただ1ポイントなだけで意味なかったわみたいな。そう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 、なんじゃこりゃ。そう、先を読まんとね。そうなんよ、先を読む力が。まあでもただ年上だからさ年上だから。オセロしてみたい私ですか。あ、多分ね、勝てると思います。私に勝てると思います。あ、そう、私にね私がじゃなくて私に勝てると思います。プレッシャー、逆にプレッシャーを与えてる。その私に勝てると思うよって勝負する前に言って、ちょっとプレッシャーをかけるって。
新たなプレッシャーですね。うん、楽しそう。確かに結構STU の七並べっていうゲームでもちょっと心理戦ありますね。ちょっとトランプをね、私が出すのがないから、出してほしいときは押すしかないやん、押してパスしてほしいときはパスしかないやんって言ってる。パスしかないやん、パスしかないやん。でも自分も出すものがなくてパスしかないときもパスしかないやん。でも全然、多分全然ね、聞いてない。パスしかないやんって言っても全然ね、パス、本当にパスしない、する方はやっぱりいないですよ。同じことしてる。そうそうそう。面白い。あー、はい、ノー、はい、あー、はい、はい、あー、はい、って意味よ。おー、はい、そう、多分一番最初の活動このボイス収録だった気がする。よく分からずに言った。そう、脳波って何ですか。
最初の質問。今ならもうちょっとできそう。新しくするかな。なんかずっとあれだよね、本人登場の写真も最初のやつよね。そうそう、とりあえず読んでくださいみたいな。そうそうそう、最初の頃のやつだもんね。レア感はある。今日も湿布貼って寝るか。あんなヒップホップしてこんなに筋肉痛になるとは思わなかったよ。ってことはさ、普段その筋肉を使えてないってことですもんね。アイドルの役ってそんなにヒップホップ、まあ確かにあんまヒップホップ要素ないないじゃない。こうなんかステップとかは使うけど違うのかな。いつもと違う。でもこれからはヒップホップ要素を取り入れてダンスしようかなって思ってますよ。ヒップホップはなんかノリに乗ってる感じ。そう、ノリに乗ってる感じ。音楽ビートに合わせてノリノリって感じ。やば。そうね、なんかそうレッスンしたんですよ、ヒップホップの。5人でしたんですけど、そうね、4人は、すごかったです。私はなんか伸びしろがあるって言われました。伸びしろがまだまだありますって。だからなるほど、その言葉で察した。いいこと。いいこと。
そういうことか。伸びしろないですねって。確かにそれはちょっと辛いね。でもきっと言わんと思うけどね、もし思っても番組では。言えん。限界が限界ですねみたいな。辛いなぁ。番組がそうね。やばい。いないよ。でもそう学びましたよ。チケの申し込み明日までです。なんかさ、レッスン、ダンスレッスンっていうものを受けるのが、そうね、なんだろう、初期の頃基礎レッスンはしてたけど、それ以来かな。初期の頃はね、あったんだけどね。合宿はないですね。ボイトレはなんか個人的にって感じ。個人的にどうぞって感じ。そうね。ボイトレ行ったら結構声大きくなる気がする。自主練が主かな。ボイトレね。やっぱりでもあの PR 舞台でソロのソロであの曲歌を披露したのが結構大きかったかもしれん。こんな感じなんだみたいな。
そうね、歌えば歌うほどなんか上手くなりそう。伸びしろ伸びしろ。そうね、うん、1年後どうなってるかな。何してるかな。今日天使の日。あ、そうなんだ。今日は天使の日。全然天使みたいな画像とか載せてないわ。みんなありがとう。みんなありがとう。ありがとう。あはは。あはは。あはは。うふふ。
そうなんよ。私そう冷房、もう皆さんつけてないですか？あ、そうなの？つけとる派とつけてない派と。私昨日つけてると思ってたって寝たら、今日見たらついてなくて、あれ？昨日ついてなかったの？ってなった。いつの間にか消してて、でつけてなかった。びっくりした。そんなこともあるんだね。でもこの昨日つけてるイメージがあって、つけとるけんまだ過ごしやすいな。いつ消そうかなと思って今日見たら消えてた。昨日多分家出る前に消して帰ってきてつけ忘れてたのかな。今もつけてなくても全然普通に過ごしとるけん、いっかつけんで。窓開けてないんだよね。掃除中は暑かった。掃除したら暑くなるよね。掃除中は窓開けた。詳しく。なんか今日は急に孤独を感じたよね。謎に。秋だからかな。皆さんもなんか急に孤独を感じる時ってありますか？ある？そうなんだ。あるある、秋だから。人知れず
まあ人知れずあるよね。そうだよね。不安も感じてる。逆に慣れるとかもあるもんね。ちょっと暗い話。そうなんですよ。そうなんだ。自分だけじゃないんだな。ね、そう、美味しいもの食べながらさ、なんかふと思ったんですよ。一人だって。一人でお好み焼き食べてるんで。急に気づいちゃったのよ。美味しいもの食べてるのに、ね、急によ。今までそんな一人で食べとってもさ、全然美味しいなーぐらいにしか思ってなかったのに、なんか急に今日思ったん。あれ？でも自分だけじゃないって知れたんで、まだよかったです。今日一人、それが辛いね。一人で帰るって結構孤独だよね。多分帰ってからお楽しみがあったら全然孤独じゃないんだけどね。都会に行ったら孤独を感じる。都会ね。誰もこう自分を気にしてない感じがね。そっか。ああ確かに。そういうことか。ふと感じるものですよね。いつもはそんな思わないんだけどね。いやでもそう、そう気楽っていうのもすごいあるんですけどね。最近そう気楽ってことが分かって一人でなんかどっか行ったり食べたりするのも、確かにな。
人旅行はまだ行ったことないな。気使ったりしなくていいからね。まあ、そっか。ライブとかもそうだよね。そうね。そうやん。明日雲上さん卒業コンサートだ。行きたかったな。東京なんだよね、確か。ななみさんもなんか私と話したいって言ってくださってたですけど、卒業発表されててびっくりした。ナーミンさんねー、会えたらいいけどな。会えるかな。なんか12月ぐらいまでではイベント参加するみたいなの見たけど、行ったらいいな。握手会バレんかな。バレん説あるかな。なんだろう、なんかメンバーっぽいとかはありそう。なんかメンバーっぽいな。でも誰だろう。
そうよって声聞こえたらもうびっくりするそうよ、サーヤの呼ばれ方、いつものライブとかでの呼ばれ方、そうよ。なんか最後のライブの感想とかも、じゃあ感想聞こうかなって時に誰かがそうよんフフ違うんよみたいな、私じゃないよ。そう、そうよ。面白い。その発音、それはもう昔から伝統的なやつそうよ、気づいたんよ。気づいた。おもろいね。日にち上って感じがする。コールいっぱい聞きたいな。公園あるよね。コールね、めっちゃ嬉しい。聞こえてくる。結構集中してても聞こえてくる。耳に入ってくる。ライブ中はね、結構ね、集中してますよ。そうだよ。だからちょっとそうね、笑ってしまう。入ってきたら、その集中してる時にサーヤン、サーヤン聞こえてきた。うん、ニヤニヤしちゃうわ。そうね。映ってるカメラにニヤニヤしてますよ。8日、花畑のもの公園、いつぶりなんだろう。私
6月4日7月。検索の仕方が分かんない。7月4日だ。チャート入りはあったけどね。3ヶ月ぶりだ。ね。最近ご用心全然披露できてないもん。久しぶりに切るわ。夏になった。秋の好きになったのか。ありがとう。緊張しちゃうかも。久しぶりで。会場もね、県民文化ホールか。ありがとう。文化ホールは生誕祭ぶりかな。もしかして How are you?How are you? Nice to meet you. I am Sayan. Hiroshima の公園。生誕祭とか来れたらね、いいですね。皆さん I love you。 わお、どうもわお。どこやろうか。ああ。
千秋楽以来、確かに。そっか。ヒヒ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 。私は誰？誰なの？ははは。の生誕祭超えなかったかと思う。いらっしゃったもんな。ハロー、ハロー、 My name is Sayan。 I like sushi。エブリデイサンキュー。そう、また最近さ、そうなんよね、英語のさアプリがさ、なんか言ってたんですよ。だったかな。来なかったらあなたは負けですみたいなこともね言ってたんですよ。あ、昨日も来てる。努力なしには英語は身につかないよ。大事なことを教えてくれてる。これ面白いな。
気になる。このまま開かなければどんな言葉が来るのか。ずっと開いてないわ。でもそろそろ開こうかな。そろそろ配信終わろうと。I like sushi。And sleep。よかった。うむ。I like サーヤン。Thank you。My name is Sayan. I like sushi and sleep. I'm sleepy. I don't know. Thank you. Thank you. Thank you.ナイスファン。グッド。グッドドリーム。トゥモロー、グッド、アフタヌーン。
want to you are tomorrow good time.よし、では読みますね。マンモスビールさん、メロンガシーさん、神戸のヒッキーさん、おかちゃん、おそばさん、F渋谷さん、コッペさん、みつるんさん、せいやんさん、ひさとさん、オーサムさん、ロックオンさん、リンさん、台湾のコウさん、フジポンさん、マイセンさん、カタムツリさん、犬ちゃん、釣りけんさん、マニャザエモンさん、ヒロトさん、キチネさん、リュウさん、ナルカリさん、ジンタさん、ホタテ様、ミッドナイトシュガーさん、メガバイトちゃん、イナッチさん、みかんやさん、タカノリさん、猫のおかずさん、キリーさん、たくやさん、ありがとう。明日は9時ぐらいに配信する予定。よくわかんないけど、どうなるかな。夕方ぐらいに決めます。でもそこらへん、9時か9時半かですね。9時か9時半。ありがとね。ではバイバーイ。ありがとう、ありがとうございます。